んにちは。いや、こんばんはか。あ、アップトゥーボーイ買ったぞ。ありがとう。そうなんです。発売したんですよ。いやー、漏れてたわ。漏れてましたわ。今日ね、サンプルの雑誌いただいたんですけど。いやー、漏れてた。可愛かった？ありがちょうまげー。そう。なんか、結構萌え萌えな感じでね。そう、ピンク一色、みたいな。ピンクと水色は、みたいな。はぁ、はぁ。明日、明後日、ありがとう。明後日握手会行くよ。マジ？ありがとうございます。アンコールで暴れてたね。ライブですか？いやー、ライブ超楽しかった。あのですね、ライブで、関係者の方が、こう、何人かね、見に来てくださってたんですけど、私のお知り合いの。なんかその方々全員に、一番動いてたねって言われてめっちゃ嬉しかった。ただ暴れてるだけっていう意味なんやろうけど、一番動い、私が目指してるのはそこやから。一番動いてたね、暴れてたねって言われて嬉しかったです。アザージャケット最高、ありがちょんまげ。そう、めっちゃ楽しみましたよ。よく見えたよ。見切れ席に来てくれて嬉しかったです。見切れ席楽しかった。見切れ席も見切れ席って言ってね、客席とはまた違う舞台の裏側の裏の席があるんですけど、そこでアンコールを煽ってるのが楽しかった。アンコールっつって。そう、アザージャケット3種類買った。ありがとうございます。在宅組です。ニコマダメてました。ニコ生ありがとう。そうそう。はじめまして、 YouTube で見てます。 YouTube？ トーク面白いですね。応援します。ありがとうございます。そう、見切れ席めっちゃ面白かった。横あり、いや、もう押し込むしかないでしょ。うわ、ね。あ、待って、見たろうと、できてなかった。横浜ね、ライブって当たると嬉しいよね。当たったことないけど、自分で。申し込んでありがとう。今日は追いかけ配信しますよ。あおり最高。もう私ほんまライブのあおり全部やりたい。あおりしたい。でも私がやりすぎると濃くなるから、終盤らへんをいただきたい。美味しいところ、終盤らへんか最初中じゃなくて、あの煽りっていうのは、あの北川賢治で言うと、みんなも一緒にせーのとか、盛り上がってますかーとか、なんかそういうの大好きなんです、私そういうのやるの。真央君近くで見れて感激だった。ねー、近くに行ってました。私嬉しい、ありがとう。なんかうちわとか思ってた以上に自分の名前が見えて、すっごい嬉しかった。なんか見えるたびにめっちゃなんかこうやってしまった。もうきゅんなわりなわりみたい。うえええ、うちは売り切れてて買えなかった、マジで。あおり楽しい、ありがとう。のっとっと、アカペラ感動した。いやー、もうめっめっちゃ楽しかったし、緊張した。アカペラだし、練習全然出れてなくて、でもなんかメンバーたちがこうめっちゃ声かけてくれて、練習しますかっつってめっちゃ合わせてくれて、ももかさんとか、え、いるやろ練習っつって、集まろうっつって、みんなで集まってふーってやって。楽しかった。音源ありますよ、ライブの音源ここに。聞いていいんかな、こういうのって流していいんかな。そうそう、ナッツが
全部音を取ってくれて、最初は鍵盤がないときは聞いて、こう夏の音聞いてみたいな、流していいんかな。もうマリアも楽しかった、めっちゃ楽しかった。マリアも なんかマリアやりたいって言ったの私で、最初じゃあライブのあれになってるけど、すごい大きくするわ喋ってるから。マリア最初にやりたいって言ったの私なんですよね実は。そんでどんどんでかくなってる、マリア目の前、うわマジで。そんでメンバーはでも聞いてなくて、誰っていうのは。んなら見たらゆいちゃんとさえちゃんで、もう私匿名でしかなくて、なんかこうマリアが似合うメンバーみたいな、もう私が出るより見てたいみたいな感じやったんですけど、そうそう、まあね、ライブならではのまあまあ、まあ、ありましたけれども、それもなんか生ならではなんかなって、こう生のライブならではなんかなって。結構後ろのね、あのステージに行くと音響の反響とかがすごくって、なかなかこうねうまくできなくて、すごいでもみんなでリハーサルして楽しかった。そう、 MC がとても感動しました。ありがとうございます。そう、ならではで、ね、すごい、なんか終わった後にみんなで、私たちはよく頑張ったってこう暗示をかけながら、よしよしつって、そうそうそう、ちょっとね反響があるとね、スタンド前まで来るのはすごい。そう、 L のお疲れ会台風で延期になったんです、焼肉。でも次の日に村上彩香と焼肉行ったから、どうせ私は肉摂取できたから。みんなに会いたいな、次みんなに会えるの明後日か、握手会ですからね。うん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 、そうそう、いやー、桃香とは何かしたの、どういうこと。別に何もせえんやろ。うん、いやー楽しかった、ライブほんまに楽しかった。なんかいろいろあった、すごいいろいろあった、なんか嬉しいことも悔しいことも、なんかしんどいことも全部詰まってたライブ期間やって、なんかなー、すっげー濃かった。うん、すごい濃かったです。なんかメンバー同士のなんかこう NMB に対する思いを再確認こうできた日やったかな。うん、いやー、なんかいいグループやでな。自分で言うからダメなんですよね、こういうの。本当私。うん、なんかねー、ほんまにみんないろいろ思ってるんですよね。なんかメンバーの話聞いてると、いろいろ話聞くんですけど、メンバーのなんかほんまにツイッターにも書いたけど、先輩には先輩のなんかこう思ってることがあって、後輩に対する思いとか、後輩は後輩の思ってることがあって、それを同じ日とかに聞いちゃって、なんかもうあーってなった、クーってなった。そう、いや反省会は毎回してますよ、そういう反省会じゃないんだよ、1日目の反省会っていうか集まりっていうのは。いろいろあって、変わらなあかんことと今持っていかないいけないものっていう、なんかそういうのをなんか話し合って、なんかな、すごいなんかもう一生分泣いた、ずっと泣いてるけど、一生分泣いたライブ期間でした本当に。うん、今日の T シャツはタチさんっていう、今度ね、あの私がイラスト集に参加させてもらうね、タチさんの、実はねこの可愛いでしょ、タチさんのね、タチさんがツイッターに書いていらっしゃったんですけど、あのライブ見に来てくださって、そうで、初めてお会いしたんですけど、すごい優しい方で、
もうすごい良かったって言ってくれて、なんか普段はそんな女性アイドルのライブとかには行かないけど、すごい楽しませてもらったからって言われて、もうありがとうございますって言った。もうお優しい方だったので、ぜひあのコミティアにね、また詳細発表しますけれども、いろいろ私からの方も詳しくはツイッターをご覧ください。私のイラストが載っています。エンジン、いやー熱かった、あのエンジン。くなんかもう見たロトセブンっていうか、もう最初にちょっと語っていいですか。ロトセブン後からするわ、ちょっと画面ちっちゃいっていつも言われるから大きくします。なんかね、ない、え、誰が言ってたのその泣いたっていうのは。なんかそれによって私が語っていいか語っちゃダメかがある。なんかとりあえずね、なんか誰、あ、ゆず、おいゆず。なんかね、なんか1日目のね、さやかさんいつまで山本さやかに頼るのかの、いや、いつも泣かない、さやかさんめったに泣かないからね、あの山本さやかにいつまで頼るのかのコンセプト自体がメンバー自身があんまりこうしっくりきてなかったっていうのがありまして、まあでもなんかなんて言うのな、その新しいこの若手の子たちをこうどんどん前にこう持っていくとか、その向上心とかをこう盛り上げるためにやってたみたいなもあるし、なんかその新しい波っていうか新しい方向性を見つけ出すためにこのね、こう出したことはすごいわかるし、なんかこう1回目の終わった時もすごいなんか達成感があったし、それは抜きだからとかじゃなくて、さやかさんがこうみんなで作り上げるものの大切さをもう一回学べたから1回目はすごい良かったんですけど、なんかこの時期に何が一番重要かって、こう誰一人欠けてない NMB がいかにどこまでこう進めるかっていうか、今この状況を打破できるかっていうのんやなっていうのは、うすうすこうみんながね、こうちょっと気づき始めてった期間に、ちょっとこのライブを名前、この名前でやってしまったっていうのがちょっとみんなの中でわだかまりができてて、でそれは結構思ってる子が多かったらしくってね。でライブは全力でやりますし、もちろんもう後ろめたい気持ちもなくこう全力でぶつかったライブなんですけど、やっぱり終わった後になんかちょっと寂しかったねっていう、こうちょっと不完全燃焼だねみたいななんかのがあって、流れもねちょっとなんかこう聞いててあーってなるけど、うんうんって多分皆さんもなってたと思うんですけど、メンバーもそれはなってて、でなんかまあ他にもなんかちょっともうそういういろいろなことがありまして、 NMB の中でねこういろいろメンバー同士ではないんだけど、んでそのあかりんさんを筆頭に、すごい今あかりんさんが NMB のこと考えてくれてて、でいろんな気持ちとかをメンバーに聞かせてくれて、でメンバーもここ早からって遠慮するんじゃなくてどんどん意見言ってって、で次の日のライブなんですよ。もうでそのライブがなんかすごいメンバーがもうやってやるぜみたいな気持ちガンガンに出てて、でよっしゃって時にこう山本氏がこう激励の言葉をエンジンでねこうおっしゃっててね、言ってくれて、でなんかその時にやっぱさやかさんにこうついていきたいなって思えたものがあったし、なんかそれはあかりんさんやから役不足とかそういうのじゃなくて、なんかそういうの抜きで多分それはあかりんさんも思ってたことで、山本氏がこう何かを演じの時に言ったりとか、ステージに立ってて一番前で踊ってたりとかするところを見ると、あーこのままついていこうって思えるんですよね山本氏は。でそれは多分みんなで、なんかなんて言うんやろ、なんかくんなんかねかっこいい、やっぱり
で、なんかそれに頼るとかじゃなくて、そう、なんか頼るとかじゃないんですよ、そこに、別に。頼ってる部分ももちろんあるんですけど、なんか、これが今の NMB なんやなって思うと、すごいなんか、いいなって思った。なんか軽い言葉なんですけど、今。でも、あかりんちゃんがね、りんちゃんがすごいいろいろ考えて、いろいろやってくれて、で、なんかライブとかで一応考えてた言葉も、その時になると、その会場の空気とかがすごい身に感じて変わることもあるけど、まあ大筋の流れはこういうことを言おうってことを、マウンキュンどうかなーって、なんかこうマウンキュンこれでいいかなーって言ってくれるのを聞くと、なんか、あ、頼ってくれてんねんなって、それもすごい嬉しいし、泣かへんよ 嬉しいし、なんか、こう、しょいすぎる部分もあるんですけど、なんかそれをうまく後輩にこう分けてくれたらなっていうのを、私自身は思ってて、それを、ライブ終わりに、こうバスの中で別の後輩が言ってて、なんか、いろいろ今の先輩たちが背負いすぎてるのを少しでも支えたいっていうのを後輩から聞いて、何人かに、もうなんかーってなって、なんかね なんかお互いがお互いのことをこう思いやってる状況をこう作れてるんだなって、なんかそれはでもメンバーが生み出したことじゃなくて、メンバーだけが生み出したことじゃなくて、ファンの皆さんがそう思わせてくれたりとか、スタッフの皆さんのこの方向性とか意思がそう思わせてくれたりとかする部分はもう大半やし、なんかね、すごいいろんなことを考えたライブやったね、ほんと。特に今回はいっつもいろんなこと考えるんですけど、そのライブごとに思うことは全然違うんですけど、なんかね、すごい良かった。泣かないですよ、私全然泣かへんよ、今日。もう死ぬほど泣いたから、ライブ期間。もう絶対泣けへん、最近ってか、ここらへんは。そうそうそう。ライバルなのに助け合えるときは助け合えるっていうか、こう、素直に、そのメンバーの吉報を喜んであげて、なんか朗報を喜んであげて、ほんまにしんどいときは、見てるんじゃなくて、大丈夫って声かけてあげれる状況って、なんかすごい、なんか普通なことのようで普通じゃないじゃないですか、なんかそういうのってね。だからなんかいろいろこう波があるけど、このメンバーとなら乗り越えていけるんだろうなっていう、なんかどんだけ辛いことがあっても乗り越えていけるんだろうなっていう確信ができたから、まだまだこれからですけどね、今からですけど頑張っていきたい。まだアリーナもあるし。ね、卒業していくメンバーは、もうそのメンバーなりの考え方があるし、もうそうなったメンバーは誰にも止められへんしね。もうそれは、そのメンバーが考えたことやから。悲しいけども、そうやって進んでいくんだよ、グループは。アリーナ練らないと。どんなんにしよっかな。アリーナツアーはどんなツアーにしたい？もうとりあえず、みんなが楽しめるライブにしたい。もうそこだけ。メンバー校のセットリストでやってほしい。メンバーはめちゃめちゃ意見取り入れてもらってるんですよ、もう全部、今。で、メンバーの意見だけじゃなくて、メンバーの意見が突っ走りすぎると、スタッフさんがちゃんと軌道修正してくれるから。女性限定のエリアもできるしね。楽しみだね、そこもね。ね、気になるよね、女性限定エリア。どんなんなんだろう。そうね。申し込みしたよ。ありがとう。コール
しにくい場所にはしたくないから私が頑張って煽るね。なんで標準語？最近ですね、ま、全然話変わるんですけど、最近標準語勉強してまして難しい、全然分かれへん。そうナレーションとかやるときにね、やっぱ標準語じゃないと元の、それはちょっとそう勉強してて、じゃナレーションとか声優関係本気で行くんなら標準語やった方がいいよってアドバイスいただいたから、そう標準語をちょっと頑張ってるんですけど、私もうバチバチの関西人なんでもうちょっと難しいんですけど、うん、共通語ね、ごめんごめん、全然ね映らないんですよ関東弁共通語もう難しい。だから時々そう頑張って練習してる。明日じゃない、明後日、しあさってし、ん？うん。もう一個の明後日。握手会やから、東京でね。いやー。いやー。かだったわ。公演もライブも行ったことない。来てほしい。あのね、ライブ楽しいと思う。な。私たちは楽しい。でも私たちだけが楽しくても意味がないから。皆さんに楽しいって思ってもらえるライブを作れたらなって思うけど。うん。ライブ来てー。ライブ来てー。ね。卒業しんといてねー。いつかするよ。今じゃないけどね。ライブ、うん、来て来て。陸合わしたかったー、プライオリティ上位3位以内に入れたかった、私はくそーフルで聞きたかったよ、せへんのかなえ、分かれへん、え、分かんないです、分かんないです、何も聞いてないです、陸合わの件本気でしたよね、よし、ロト7すっかよいしょ、プライオリティじゃないわ、リカをやりたいでしょ、私やりたいんですけどはい、ロト7しまーす、数字募集しまーす、ロト71から37までの数字5つ皆さんからのご意見で選ばせていただきます。あ、女性専用席できたし勇気だし申し込んでみた、ありがとう。あー、ささ最高で315いいねいいね、135にするか、1回もうそれはねもう決まっちゃうな、135出遅れた、今何の話ですか、ロト7だよん最高、あー3と15でもいいね、3と15にしよっか、一気に決まったらおもんないな、3と15おい、はい、次、うん、1から37、よしよし、今メンバー全員で50何人いるから無理無理1から37までの数字ね、なんかあるかな、もう
37ってよく当たってる気がする。そうなの？ひらめきで、ひらめき大事よね。ハグの日8と9、わかる。僕37歳。 そうですか。 そうですか。みんなって意味で37、いいですね。37、ここやろな多分。はい、どうしようかな。 あと2つ。1から37までやって。どうしようかな。どうしよう。ああ、横割りの子、うわー。 うわーっつって。ナンバで7と28。なるほどね。じゃあ28もらおうかな。ナンバの 28？ ん？ナンバ7と 8？7 周年の7。めっちゃ来てるそれ。三田さん誕生日ちょうど1ヶ月前なのか。そうでござる。覚えてくれてて嬉しい。実はね。じゃあ言う、あー、どうしようかな。ウィーン、どうしよう。奇数縛りなわけでもないけど、奇数やね、全部。さささ最高。ペペペ、さささ最高。どうしよう。連番は、私が考える数字の2つやから大丈夫。そこで考える。で、20番台欲しいよね。連番は私が考える。はい。去年の理科は27。あり。理科はしたい祈願を込めて。27。あと1個。どうしようかなー。あ、ほんま、奇数や、また。 アルバムウィークリー1位の1。決定ですね。本当にありがとうございます、皆さん。1位ってすごいよね。普通じゃない、この数字は。はい、決定。5つの数字、決まり。あー、ライブ楽しかった。体バキバキなったけど、いっつもあざできるし、体バキバキなって次の日起きられへんくなる。腹筋痛いってなる。あれ、どうにかなれへんかな。やっぱ公園とは違う筋肉使ってんやろなーってつくづく思いますね。あれ、どこや。声もでんくなるし。 もうすべてを使い切ってるね。よいしょ。よっこら。ずん。この画質荒い感じやもん。 ケラケラ。8月9日。8月9日。おい。
保存。よいしょ。よい。よよいよい。よいしょ。はい、できた。ハグの日だね。保存したよ。写真で鮮やかな朝写ってたね。そうやろ。だいぶ薄くなったんですけどね。腕とかこことかここにできてるんですよ。向こうとかね。見えるかな。まあ見んでいいよこんなん。あのね、いつこわ、私もね朝わかんないんですよ。いつできてるんか全然わかんない。足に関してはよく膝をつくんですよ私。ガン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 、多分見てくれてる人わかると思うんですけどもうガン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 膝つくんですよ。もうすぐバーってするからわかる、マジで。もうめっちゃ座ってめっちゃ煽りたい派やから、スタンディングの人とか特に膝はすごいわかるんですけど、腕なんでと思って。ここはでも私がグワーって腕振りすぎて、ここにつけてたあのブレスレットがちょっと固めやったんですけど、そこがガンガンガンって当たってここにあざできてたみたいで、次の日同じブレスレットをしてやったら痛いってなって、あれなんでと思ったらそれかみたいな。そうだから、柔らかいブレスレットと硬いブレスレットあったんですけど、柔らかい方上にしてちょっとでも軽減させてそうマトリックスみたいやった、楽しかったもん、めっちゃそうキャップかっこよかった。あー衣装のね、ありがとう。衣装も私が好きな形とかなんか好みのものとかをこうめっちゃ考えてくれてて、そうそれをなんか取り入れてくれててありがたいなって本当に思いますね。もうすぐ言っちゃう、これ好きなんですけどつってなら衣装さんがやと思ったって言ってくれるのがすごい嬉しい。で私ね、ガーターベルト続いてるんですよね、衣装。それも嬉しかった、短パンでね。写真撮ってたはず。そう見えるかな、こんな。そうガーターベルト、そうかっこいいでしょ。ズボンにくっついてるんですよこれ。でね、衣装も紫なの、ちゃんとヤマリナの、そうヤマリナのやつ、いいでしょこれ、かわいいでしょ。紫にしてくれてて、で主戦の色はチームカラーで黄色やねんけど、そう紫に黄色で芋みたいって思いながらかわいいってなってた。ガーターベルト嬉しいし、これちょっと今もお豆で送ろうね。もう嬉しいなって、本当に好みをこうね分かってくれてる感じがね、しんいのガーターなんかセクシー系が多いよね。なんか今回の新しい衣装、お腹とお腹見えてたりとか。いやマリナすげえよ、なんかそうやってメンバーがこうどんどん活躍できるっていうのはいいよね、自分の得意分野で。素敵。5周年の時の帽子のやつ好きね。ジャケシャもありがとう。よいしょ。はい送った。今日何時まで？今日1時間で終わろうと思ってた。あそうジャケットのね、じゃああれにしようかな。今日イラストどうしようかな。あのジャケ写のアン
ジャケアンどこに入れたっけ。なんかボツアンとか皆さん興味あります？なかったら全然おっしゃってください。ボツアンをあのメンバー用に送ったボツアンと正式のラフ、採用されたやつのラフと、いや趣味じゃなかった、なんやったっけな。あ、本当に嬉しい。これがまだアルバムの名前も決まってない時に書いたジャケットイラストの案。そう、そう、これもね、でもすごい好評やって嬉しかった。タイトル邪魔やね、これ消すわ。そうそう、後ろがねシンガポールなんですよ、ね、結構シンガポール強めで、でチーム N 要素結構あるんですよ。 N、 そう、黄色、水着とかは結構引き継いでるんですけど、今のに。そう、マーライオンとか、あのでっかいホテルの上のあれとか、モデルのイメージは別にいない、好きな感じを。タイトルまだ決まってなくて、アルバムの。そうそうそう、だからどんなのにしようかなって、もう普通に考えたやつで、あの本当に書いてる時にタイトル決まってなかったから、何番いいですって言われた時にもうすべて書き終わってて、完成形も何番いいか会えへんなと思いながら普通に提出した。あ、文字は別に隠れてないんですよ。あ、これはそんな N 隠れてない、2個ぐらい。うん、ちょっとおしゃれな、なんかシンガポールのね、歌詞の意味って、あの歌詞の意味ってか、歌詞って彼女がなんかとりあえずほっといてほしいからシンガポールに逃げたっていう歌詞じゃないですか。それを追いかけてきた男の子っていう話じゃないですか。だから逃げた女の子を書いたんですよ、一応。そう、ストーカー気味よね。そうやね。そう、それを、そう、それをイメージして書いたイラストですね。そう、リリカっぽいって書かれてるけど、これ実はお団子なんですよ、ここほら頭。そう、逃げてきた女の子、シンガポールに。そう、お団子の頭してます、実は。が案1個目で、これと一緒に出したのが、メンバーにね、 LINE、 メンバーの LINE に載せたのがこれ、これこれが初期案。そう、モデル特になしです。もうモデルいないです、私のイラストにほぼ。うん、そうそうそう、これがですね、そう、最初はね、ね、ちょっと待ってね。そう、太ももとかね、すごいね、こだわった。最初はこんな感じで色なしでこう書いてたんですけど、メンバーから色欲しいって言われて了解っつって色塗って。そう、これが、これをこう色塗ったらメンバーに褒めてもらえて、こっちにこうアンケート取ってこっちになって、完成形がこれね。ちょっとスクショ、そうそうそう、こんなんね、もう私的の一番のポイントもここやから。ここですもん、ここ。お腹。N ここにあるんですよね、実は。隠れ N。携帯の画面。
そう。とか、目も一応黄色入ってたりとかね。指輪も黄色入ってたりとか。拡大すると。水着はお花なんですよね、これ中が。で、ここにも N でしょ。で、爪も実は N なんですよね。N カラー。ここね。そう、っていうのでした。裏話。これは締め切りめっちゃやばくって、もう自分が耐えましたのがあれなんですけど、どうしても案が全然来なくて、ギリギリまで。で、7時間で書いたやつね、書くの7時間、一晩で仕上げた。だからね、ぜひお手に取られた方はぜひ大事にしてください。あー、私あれ書かなあかんねん、生誕のイラスト。T シャツちょっと締め切り待ってもらってて今。そう、やばい。やばい、締め切り迫ってる。ってかもう締め切り過ぎてる。そう、私のや。マネージャーさんから催促の連絡が来た。どうでしょうかつって。やばい。でも案は決まってるんですよ。案は決まってて、それをうまく書かれへんくて、ちょっとやり直してる今めっちゃ。そう。やばいんです。いや、ほんまやばいんです。結構過ぎてるんです。ちょっとでもちょっと書く時間なくて、書けへんくて。ちょっと、どんなんもあれもないけど、とりあえずおしゃれなんがいいんで。ちょっと私、それこそさっき見せたシンガポールの初期の没案みたいな感じで、私がこういて、まあんま顔は見えてなくていいんですけど。ちょっとなんていうかな、イラストっぽく、もっと漫画っぽく描きたくってね。でもどんな格好がいいかなとか思ったり、ポーズとか、どんなポーズ、服とかもなんか、あ、決めた。あれにしよう、握手会でこの前配ったシールの、あのオタクな見たまを普通の女の子にして、だからそうだな、首輪してたでしょあれ、どんな、あ、ハッピー着てたね、ハッピー。ちょっと待って。そうだな。もっと、そうね、ちょっとミスった。そう、漢字は決まってるんですけど、なんかいい案が思い浮かばなくて、ずっと。でも決まりそう。ハッピー着てたよね。
ハッピとは。そうね。何本もサイリウムをこう持つ感じで、こうちょっとこうこんな感じでして、そうだな、スカートこんなんやったでしょ、ハッピー長い方がいいか、で、髪の毛伸びたな、早く切りに行かなあかんねんけど、ちょっとなかなか時間が、こうしてなんかずれてるな、ないか、正方形内にこう収めて、見た生誕みたいな、なんか見た生誕キュキュみたいな、なんかこのいいじゃん、こんなにしよう。どう？いいかな？こんなんで細かく書いてね、でそうだな、なんか缶バッジとかつけてたりとか、個人的にこう自分が好きなものとかね、え、うちわって、こっちサイリウムやったら、こっちうちはでもいいかってことは、ああうーん見たセンターの文字全然見えへんけど、楽しい。みたいな。あーでもなー、なんか、そうねー。変えたらいいんや、こっちか。まあまあそうやな、うん、まあそれはお湯加減があればいいか、なんかさ、こう中に臭いなんかポーズとかさ、こう
イルムみたいな。キモ。なんかこう。よーみたいな、なんかこう、いやこっちでもいいけどね、全然なんか、いやーこっちええな。うーん、網タイムかけるしね。あーこっちにしよっかな、なんかぽくない、なんかこっちの方が。ちょっとハピモト練習しますわ。うんうん、なんかもうちょいかっこいいポーズとかに変えたら。うん、いいんじゃない。サイリウム、まあ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 、僕はまあ寝て、うんうん、もうこんな感じでいいんじゃないかな。うちはどう思うすか。なんかね、こんな感じね。躍動感ある感じの方がね。見た。見えてなくてもいいんですよ、別にターンとか。うんうんうん。まあこんなもんじゃない。いや、うちは入れたいんだけどな、どうしようかな。うーん、ああまあ逆にすればいいんか、じゃあこうね。うわ消えてもさ、うんうん、うん。ここもなくなるってことよ。もうほとんど見えへんな。
愛されるごべーっとね。どのつっけ、ここやんの。武器やん、もうかっこいい。祭り感がすごい。まあこんな感じになります。こんな感じか、こんな感じになります。こっちもでも可愛いからこっちもするかも。まあどっちも固まってないから、まあまあまあ、うん。そうそう、どっちもいい感じになると思うけど、多分こっちかな私。いやー、なんかどうしよう、こんな感じでね。こんな感じになると思うので、セーター T シャツ、まあ頑張って発売できるように早く頑張って描きます。早く描かないと、ごめんね。色は多分またシンプルになります。多分紫かも分かれへん。紫、白に黒とか、黒に白とかかもしれない。あ、そうそう、生誕 T シャツのデザイン考えてました今。スタイル部紫は色変えれないから一色やし、はい、頑張ります。はい、うん、じゃあそろそろ終わるかね。みたまはね、もう22になるんだよ、9月9日で。悲しいよ。はい、というわけで、ランキング読みたいと思います。1位、イムカイドウさん、ありがとうございます。2位、ホラフケメガネさん、ありがとうございます。3位、あやのさん、ありがとうございます。4位、マスクメガネさん、ありがとうございます。5位、5位、ゴッチンさん、ありがとうございます。6位、ゆうきさん、ありがとうございます。7位、かまかりさん、ありがとうございます。8位、明日もストライクさん、ありがとうございます。9位、あかりさん、ありがとうございます。10位、こうちゃんさん、ありがとうございます。11位みさとさん、ありがとうございます。12位エムナさん、ありがとうございます。13位マオキュン、そらマオキュン大好きさん、ありがとうございます。というわけで、まあ明日ではない、あさってしあさってその次の日、3日間握手会続くんですけれども、まあ服は黒い感じからカジュアルまでご用意しております。ぜひね、一日がかりの握手会でね、ちょっと皆さん大変かもしれないんですけれども、お時間ある方ぜひいらしてください。3日間買ってます、ありがとう。あとね、あの今発売中の UTB Up to Boy さんも、私4ページ載せていただいております。明日からズイジアンのオフショットとか載せていくんですけれども、ぜひ紙面の方で、紙面の方でご覧ください。よろしくお願いします。チェキが当たるあれもあるんでね、応募用紙もあるので、ね、紙面で残してほしい、よろしくお願いします。そう、今年は夏コミ行けません。私がめっちゃ欲しかった本通販ももう終わってました、ありがとうございます。はい、というわけで、今日もありがとうございました。あ、スペシャルギフト、タコやたりとか、アイスクリームありがとう、花束とかね、かわいい、クマさんスイカ食べてるのとかある、白クマかなね、風呂敷とかいろいろありがとうございます。はい、というわけで今日はいろいろ雑多配信でしたが、いろいろ組み込まれてましたね、いろいろ話せてよかったです。お久しぶりになって申し訳なかったですけども、次の配信なんですけども、金曜日がですね、明日、うんうん、
そう、金曜日がホテルで、握手会とかあったりとか、もしかしたら配信できないかもしれなくてですね、その場合は、結果だけツイートさせていただきたいと思いますので、よかったら金曜日ちょっとねツイッター気にかけてくれてたら嬉しいです。はい、というわけでありがとうございました。またね、ありがとう、バイバーイ、みんな早寝てな、おやすみ。